ファイヤーエムブレム覚醒は、ニンテンドーより発売された、シミュレーションドールプレイングゲームである。日本国外版におけるタイトルロゴ。日本版では、カタカナ表記で同じように一文字目が大きい。本作以降の、イフ、エコーズ、ヒーローズなどにも継承された。ファイヤーエムブレムシリーズの第13作目で、第10作目、暁の女神以来約5年ぶりとなる。 完全新作であり、任天堂 3DS で発売された初の作品でもある。キャラクターデザインは小崎祐介が担当。ストーリーにタイムトラベルを含む SF 的要素が存在するのも特徴。開発コンセプトとしてシリーズの集大成を歌っており、ガイデンや聖魔の三井氏のフリーマップ、聖戦の系譜や青縁の奇跡のスキル、新紋章の謎の マイユニットなど、過去作品で好評だった要素を積極的に盛り込んでいる。シリーズ初の試みとしては、Nintendo 3DS の特性を生かした 3D 立体紙の対応。2つのユニットが同時に戦闘に参加することで、自軍有利の2対1の状況を作れるデュアルシステム、青炎の軌跡では、限定的だった声優の前編採用、有料のダウンロードコンテンツの販売などがある。 タイトルに関しては、過去作品からの変革を示すために、零零のという従来のサブタイトル形式を改めて、覚醒というシンプルなものにし、それに合わせてロゴもスタイリッシュなものに変更された。日本国外版は、ファイアエンブレムアウェイクニングとなっている。本作がシリーズ集大成として制作された背景は、エンブレムシリーズの売り上げが低迷していたこともあり。 当時の任天堂営業本部長から本作がシリーズの最後になることが通告されていたためである。結果的に国内だけで40万本以上の売り上げを記録し、海外ではシリーズ最高の売り上げを記録したことでシリーズの存続が決定した。リリース後にはカプコンの Wii 優先用ソフトモンスターハンターフロンティア G とのコラボレーションが行われ、クロムとルキナの二人が 装備品によって再現されている。人を慈しむ神竜ナーガと人を滅ぼす蛇竜ムレ霊が司る世界。記憶を失い生き倒れていた主人公は神竜を信奉するイーリス聖王国の王子、クロムと彼が団長を務めるイーリス時計団に助けられ、同行することになる。しかし、それからあくる日のこと突如として天変地異が起こり、 同時に人ならざる存在、カバネ兵たちと、この世に二つと存在しないはずの宝剣、ファルシオンを携えた謎の剣士が姿を現す。そして蛇竜を信奉する隣国ペレジアの脅威といった、数々の戦いの果てに、主人公とクロムたちはやがて未来をかけた、大きな騒乱に巻き込まれていく。物語の主な舞台となる、東の大陸。青、イーリス西国。赤。 フェリア連合国、緑、ペレジア王国あたり作のキャラクターたちは、いわゆる現代のキャラクターである親世代とその子孫であり、未来からやってきた子世代に分類される。自軍に加入するキャラクターのうち、親世代は、子世代は、そのどちらにも該当しない自軍キャラクターはで記載する。髪色は結婚システムにおける父親遺伝の変動色ではなく、 キャラクターイラストに習って記す。クリア後の後日談については固定の史実である、独身でのエピローグで記述し、結婚している場合のマルチエンディングについては、省略する。公式ウェブサイト、キャラクター人気投票の順位については、男性ワーストが26位、女性ワーストが25位となっている。パオラ、エスト、エルトシャンの3名を除いたキャラは配信リーダーからでも仲間にできるが、 習得しているスキルや初期レベル、兵種が異なっているものが多い。当作のクラスチェンジは従来と同じように、下級職レベル10以上でマスタープルーフを使うことで同系統の上級職へクラスチェンジすることができる。しかしそれとは別に、チェンジプルフというアイテムを使うことで異なる系統の兵種になることもできる。下級職下級職。 上級職上級職のみならず、上級職下級職へクラスチェンジすることまでも可能。チェンジプルフで慣れる多系統の兵士はユニットによって決められており、それぞれ異なる。チェンジプルフでのクラスチェンジ後はレベルが1に戻るため、繰り返せば好きなだけユニットを成長させることができる。使用前の兵種でレベルを最大まで上げてから、チェンジプルフを使用した場合、 もう一度同じ兵士をやり直すことも可能。ただし内部で累計レベルが記録されており、難易度ごとに一定レベルに達すると経験値が入りづらくなる。また、当作では兵士ごとに使用できる武器の系統は3種類まで。下級職の種類上級職の種類その他の、クラス当作では、スキルはレベルアップあるいはクラスチェンジによって習得し、クラスごとに異なるスキルを覚える。 すべてクラスに依存しており、ユニットごとの固有のスキルといったものは存在しない。一度覚えたスキルはクラスを変えても失われず、習得したスキルは最大5つまで自由に装備することができる。そこから1つのみ子供に受け継がせることができるが、有料 DLC で習得したスキルに関しては、子供への継承はできない。スキルの種類スキルの種類その他のスキル的専用の、 スキルワールドマップの異界の門から遊べる本編との直接的な関わりやゲームクリアなどに影響のない追加マップシリーズ。当初は遺伝英霊のマフ1が無料で配信されていたが現在では第2シリーズも含めて全て有料となっている。いつの間に通信配信チームのリーダーと同じようにクリアすると過去作のキャラがゲストユニットとして使えるようになる。 マフが入手できるものもある。なお、一部のコンテンツは購入およびプレイに条件が設定されている。何らかの理由により購入したデータが SD カードから失われた場合でも、購入した本体なら無料で再ダウンロード可能。その際に、隠し追加データは、異界の兵種異界のスキル、異界のアイテムと表示され一時的に本来の名前がわからなくなり、 追加ユニットも顔が表示されなくなるが、隠し追加データの提供元となるマップをロードすることで再び正常に表示されるようになる。2012年9月20日時点で120万ダウンロードを記録している。最も高い評価は国内ではファミ通のクロスレビューにおける36点。日本国外ではイグンにおける9.6点。最も低い評価は日本国外では ゲームスポットとゲイモトレイラースにおける8.5点。また、ファミ通2013年3月28日号における特集読者が選ぶ傑作タイトルトップ50では16位。ドイツも欧州連合の一国ではあるが、発売日や価格とは異なりレーティングに関しては事情があるためべき。ただしフルボイスかつ一時一句同一なのはデモシーンや重要なイベントの一部のみで、 それ以外の場面では、ライブラリー音声を使い回す方式での肉声表現となっている。これは、任天堂のゲーム商業の歴史上としても初の導入であり、当時報道もされた。オーブンの用法としての言い換えイコール本題と、副題を区別する意味のお平記している場合もある。その中には、初めから母親遺伝の解釈で描かれていると、おぼしきものも見られる。 アバターの前に置かれる、あなたなどを意味する単語は、公用語ごとで異なり、イギリス英語やオーストラリア英語では、ユア、イゴでは、イールツを、独語では、ライン、仏語では、棒を取る、聖語では、ツ、などと表記される。ただし、人々の思いにより、低確率ではあるが世界に泊まれる、可能性が、ナーガから語られており、エンディング終了後は無事生還したと考えられる。 シーンが流れる。ノノとの支援会話ではフレデリックから教わった野戦料理を純粋に美味しいと評価され、マイユニット自身も食べて問題がなかった。容姿は共に白髪の若いタイプで覚醒でのマイユニット作成時にデフォルトで用意されているペアの初期状態が最も近い。暗黒竜における赤の騎士、カインの異名。緑の騎士、アベルの異名である。 黒表についても言及される。スタッフ自身が、わかりがたかったかなと述べているが、斧そのものではなく斧の葉の部分が知らぬ間に抜け落ちていて、柄だけが残っており、その葉をミリエルが拾ってきたシーンとして描いている。スタッフ曰く、近代の発明品を連想させるからという判断があったため、前作、暁の女神までの過去シリーズではせいぜい、 片眼鏡までが実用レベルの世界観と設定し、あえて登場させなかったという。マイユニット男との支援会話では、自分が妹であり、お兄ちゃんと呼んでいるが、女同士だった場合は、姉妹ネタには、触れない展開のため、厳密にはインバースが自分を妹と意識しているのかは不明。最高司祭という呼び名については、日本国外版では13章冒頭でものファウダー。 による紹介初登場時における一文にて、最高の司祭長あるいは教皇といった意味の A、ハイラファント、ザ・ハイエスト・オブ・オーダー・イン・オール・プリージャーと訳されている。AB ファイアーエムブレムヒーローズ以降の作品では、高田勇希が担当。しかし、公式ウェブサイト、バックグラウンドマイナスでの会話では、友達も家族も恋人もいないと言っている。ただし、 自分の指揮は卑怯かついやらしい戦法であり、誰一人として死なせまいとした、マイユニットの指揮よりも生き残った駒が、少ないというどんな犠牲も厭わないなりふり構わずの、勝敗だったため、盤上ではかったが実戦では、マイユニットの指揮こそがふさわしいと述べ自身を、否定している。最終的には20連勝の後の一勝を加えて3、戦中1敗という勝率になった。なお、 ミネルバとの付き合いが10年と述べられていることから、セルジュの現年齢は約19歳と逆算できるが真相は不詳。ただし息子であるシャンブレーの遺伝で判明する通り、人間体で髪の毛のようになっているのは頭髪ではなくタグエルの体毛である。過去作の劣化の剣に関係するマフなどのゲストユニットとの掛け合いでは言ったことがあるような、ないようななどと話しており、 当該作に登場するプレイヤーの分身キャラである、軍師のデフォルト名、マークの同音異事語になっている。全体ではなく頭頂部のメッシュっぽい一部のみが、父親と同色になる。ありがとうございます。